お疲れ様スロットです。今日さこちゃんババコヤやっていきます。さあ次のバランス調整で何も触れられなかったかわいそうなちょっと小屋をね、今日は救っていこうかなと思います。まあ小屋何も調整されません。はい、残念ですね。なんか知らんけどゴブリンマシンとか、まあ、ゴブリンの呪いとかね、なんかそこら辺のようわからんカードは調整されて、まあ一応強化される、また強いカードはまあ加砲される、まあいろいろあると思うんですけど、まあ、何もされないのがやっぱり一番かわいそう。なんかせめてもうね、8コスぐらいまでのアホみたいな加砲でもしてくれればああって なるんですけど、何もされないのがマジかわいそうっていうね。はい、ババ小屋です。まあババ小屋、ゴブリンの小屋、あとオーブンもかな。はい、本当に輝けない、本当にいないなマジ物置です、ただの。まあなんですが、一つちょっといい知らせかわかんないんですけど、良さげな話で言うと、次さあそのブラスターが加砲されることによって、まあタワーがそれこそプリンセスタワー環境、まあダガーもちょっといるかもしれないなっていう、まあ今よりはでもね、タワーが多分プリンが多くなるんですよ。でプリンタワーが増えると小屋がやっぱ行きますね。はい、多少なりとも、多少、ほんと多少ではあるかもしれないんですけど、そうだからそこに関してはまあ間接的にちょっといやちょっと増えたら嬉しいな嬉しいなっていう思いですけど、まあ間違いなく弱いことにはね、はい、変わりないと思いますが、まあ、もしかしたらね、プリンセスタワーが増えればオーブンやゴブリンの小屋はね、無視されずに済むかもしれないんでね。やっぱダガーガール、いやブラスターだとね、もうオーブン、ゴブ小屋、ババ小屋もなんか簡単に無視で終わっちゃうんでね、雑な対処で終わっちゃうので、そこが悲しい部分であるんですけど、よいしょ。まあこういう小屋デッキも周りのカードが強けりゃある程度は頑張れるでしょうのメガナイトムートですね。はい、ちょメガナイト弱すぎるんで進化いらんかったっす進化しないね。ボンバーザップを優先してやったっすわ。まあ、一応次の環境もね、ボンバーがダメージが、まあ、5下がる。で、5下がることによって、まあ、スプリット系をワンパンできなくなるっていうね、まあ、弱体化があるんですけど、面白いな。独特だね、あんた。あるんですけども、まあ、あるんですけども、言うて、なんかそんなんも、ちっぽけ。はい。マジで5差かなと、思います。全然来シーズンも強いんだろうなっていう部分で、はい、これね、まあ、2コスだからな、こいつ結局何がやばいって。もういいな、ちょっとなんかババ小屋から生まれたババもさ、頑張ってる風な感じ出してないさあ圧倒的 MVP マザーネクロです。今日はメガナイトね、ババ小屋ね、いやババ小屋な。でもなんか久々に使って思ったんですけど、ババコって6コスだったんですねいやなんか最近の人は6コスのババコが当たり前かもしれないんですけど、昔はね7コスだよね、7だった気がする。そうだから、あれ6コスやん、ラッキーと思ったんですけど、6コスでも使われないんだね。今のステータスだったらさ、別に5コスにしてもさ、正直そんな使われないんじゃないかっていう別に5コスにして文句言う人いるか、いねえだろねえ。ペッカは加砲が足りなさすぎて文句言われんだからさ、進化テスラもなんか何、進化テスラのパルスがなくなるけど通常テスラが強化されるんですよ。それが許されるんですよ、あんだけ強いテスラが強化されて許されんだら、ババカが5コスにしたって誰も気づかねえだろ、許されんだろって話である。いやマジでな、なんだろうねなんでこんな小屋ってへぼくなっちまったんだろうな。絶対全てはタワーのせいなんだよな。よいしょ。まああとは優秀なカードが増えたのもあるんですけど、ダイナマイトゴブリンとかね、まあゴマジアチャーとか、まだテスラ、まあ施設に弱いのもあるかな。うん、マジアチャドリルか、一旦耐えか、うん、じゃあランバーもいいのか、いやわからんすね。まあ今ブラスター使ってますが
今シーズン限りかな。来シーズンだったらブラスター使うならダガーガールで良さそうみたいなね気はしてます。とか工場だったのか、人技だね、進化工場ってこと。ヒースピもいたね、ちょっと珍しいな。ドッスンあります。いやーババコラ強いんだけどな、工場の受けとかには。インドラとかにもちょっと弱いしみたいな。インドラの対処方法存在しない。マザネク暇すぎるな。え、美味しすぎん。これババコラ2体生まれる、もっと生まれるよって話ではあるが、いやーこれねめっちゃ良かったりすんな。進化ザップ一応ね、進化ザップも来週調整されるんですけど、まあ3回が2回になる。ダメージ数的な部分は変わらない、スタンがね。まあ、だから足止めの時間が短くなるんですけど、逆に2発目の火力が高いからこそ、なんか相手のちょっと削れたマジックアーチャーとかウィザードとかを早めに処理ができるっていうちょっとだけいい部分もあります。今までは3発打たれるのをね待たなきゃいけなかったけど、火力出るのね、2発である程度の火力が出るんで、今まで通りのね。だそういう部分ではまあ進化ザップは下方ではあるけど、部分的にはなんか強化に感じる時もあるのかなみたいなね。もっと下方しろよ、すべてのユニットを小屋と同じレベルに統一しろ。不平等、不平等にも程がある。ババコヤはもうね、どんな時代も使用率 0% なんでね。逆にすごいかん、そこまで安定できんのっていうね。いろんなカードが下方されてさ、まあ、新カード出ても弱いメガナイトとかさ、いろいろあってさ、安定して使用率最下位ってお前天才だからな。あんなにその時は褒めれます。いいね、頑張れ頑張れ。まあこれはブラスターだね。さあペッカちゃんね、こんにちは。ペッカとかにはちょっとだけ良かったりしねえか。ババコヤでね、おいラムライダー突破できんのって話よ。こんにちは。ちょっと暑いか。止まれ。いいね。え？ちょっと強いんじゃない？ああ。もっと強いやつ来た。早めにしばきてー。よし。これでさ、相手はババを無視できなくなるんだよな。ちょっとうざない。マジでちょっととか言うなよ。暇だね。いやまあまあ熱いか、どうせボイドとかだろうな。うわーボンバーで行っちゃってもよかったな。守れるかな俺、結構不安というか不可能だと思ってる。てかこれやばい、ババコさ、てか豚もやばくね、なんかやばい、養分やばい、養分製造機めっちゃ隠される。いやボンバー強っ、早めに行かれろ。いや何のための進化ザップなんですかって話よ。おいやばっ。よし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 、耐えたぞ、耐えることに価値がある。ブヒブヒ、やべ失敗。いやババコがさ、なんか進化ペッカに回復されそうで嫌だな。ブヒブヒいけないこれワンちゃん。いやーいいね、なんか戦えてんな。ちょっとペッカに強いんだけどババコが結構ガチ。いやこれ普通に下でよかったか。よっおっとビビっちゃってんじゃないの。ニートもあります。まあ行ったっていいな。ムートとか添えたいな。あーでも回復されるか結局、なんか悩むよな。
いやペッカでも意外と削れたな。ルート強さある。え、なかったっす。やばいこれ、無限回復編入りそう。やばい、バーバリアン、バーバリアン、やばい。ちょっと進化ペッカ恐ろしいんだけど。いや大丈夫、いやこれマジで、あバレてんのかな。やばい、絶対守れない自信しかない。テッカを突破するなんていう話も。メガネ点目。待って、やばい。やばい。うわ。やばい。うわ。うわ。うん。でしょうね。うわ。うわ。この最後。調子乗ったかちょっと。いやおとなしくバーバカ置いときゃよかった。全然なんかプレミ全然バーバカは悪くないみたいな絶望だったよ。手札2コスとかで6コスだもんな。こいつ置けねえ置けねえ。いやでも進化ペッカやっぱカッチカチやな。一応ね下方されますけど来シーズン。まあ誤差なんだよな誤差な。他のさ周り結構でけえ花砲なのにね、こいつだけなんか誤差なんだよな。てっかね、面白いことに絶対小物系来るよこれ。え、ゴレマ、やばい、話が変わる。マジでゴレマすぎる、やばい。いやーまあまあまあ一旦なかったことにできますね。よし、メガナイト、まあメガナイトね、まあまあまあ。いやババコさ悪くないんだよなこのね、この環境で見るとね悪くないように見えるけど、どうなんだおい。進化ペッカにすらも弱いのか、意味ねえか。さあ耐えからか。まあ負け筋は相手のなんかボンバーがこうもじゃもじゃしちゃうことね。進化ボンドリームね。ゴレはもう止まんねえよ、止まんねえよ、いや止まるよどっち。いやムートを延命しちゃってね。うい、えこれちょっといい盾じゃん。フェニックス、まあフェニックスやだね。ボンバー使う。いやだもん、うざくない。まあ何でもあんのか。これさメガナイト言ってさ、俺の本命は好き、これねボンバーね。うわー、え、やば、え、やばすぎるボンバーいや別にこれ来シーズン加工されてもどうでもいいな。ダメージが5下がるとか、今までだから15ぐらい入ってないみたいな。気づかねえし何でもいい。もうババコが逆サイとかもちょっと良かったりしない。うわーやば、ボンバーゲーだ。高めでね。やばい、ごめんなさい、あやばい。よしえこれさ相手うざくない。普通にそんなことない。進化ザップあるからさ、ババコアと進化ザップです。いやババコやね、俺ねちょっと信頼を置いてますえカッチカチ熱いの。
や本来のこやこやはこういうことやな、突破できないね。いや進化本貯めたすぎる、進化ザップと進化本と進化ザップのゲームだからなこれ。いや来るかなボンバー、ボンバーだけ、いやだババすごババでなんとかなってる、いやもう打ちたすぎる。いやなんかちょっとババが強い説出てくるぞ、耐えんねえかな。いやだってこれでさこんな溶けてんよ、一体何のおかげなのかちょっと怪しいけど、ババのおかげ説もちょっとだけあるね。え、ババがちょっと熱ない？あれだこれ何？進化ザップを待ってんの？いいね。メガネと。いいねあんた。やばい。やばい。マジぐっちゃぐちゃすぎる。ぐっちゃぐちゃぐらいがちょうどいいだろう。おいババが刺さりすぎだろいやそんなことあるかな。いやゴーレムはねいないんだな今、強くないしな、結果多いし待って、ババ小屋は頑張れるのかな、もしかして食わず嫌いよね、みんな使ってないだけじゃね、使ってないだけで実は使うと超流行る説ワンチャンねえかな今んとこ強い寄りだな。いやマサネクゲーあっつメガネと踏みたいなこれ。やばい間に合ってない、うわムートが、ムートが壊れたら意味ない、マジで意味ない。ギャングとか来るかも、そっち舞台にできねえか、え、ムートもサボって何もしねえやん、やばい。じゃあ矢の飴はある、矢の飴しかないかこれ。いやボンバー許容なんてものも優秀かい、もうなんかちょっといいなこの周りがさ優秀だけ説もまあ否めないんですけど、ムート、マザネク、スケ、ボンバー、進化ザップね、そこがあればぶっちゃけ何でも戦えんのかな。ババ小屋じゃなくて別にオーブンだってゴブ小屋だってゴブリンの檻だってテスラだっていいしな何でも何でもいけるぞ。お、なんか竹ずれたことによってさ、あ残んないなら別に延命しなかったな、やばい、矢なめでもよかった、まあいいか、いいね、数学だけは得意。いや2発入んのいやこれさどう考えても来シーズンボンバー強くね、でここら辺で壊しとくと迫撃相手が置いて迫撃が変な位置に出ちゃったりする時もあります。え、ボンバーの火砲さスプリットがワンパンできなくなるだけ、いや絶対足りないなみんな思ってたか、足りねえに決まってんだろボンバーの火砲それで誰が満足なんていう話か、やばっ、いかれてるぐらい強いな、こっちに竹取ってもらってもじゃもじゃ楽しいね、もじゃもじゃをしばくね、こっちのもじゃもじゃもババ育成して豚育成して進化助、俺進化助ではねえのか、
進化ザップボンか。にゃー、よろしく。進化貯めて、いやそうババコヤなら、まあブラスターにもねオーブンとかじゃないんで悪くないよって話ね。いやここでババコヤを置くべきなのかどうかっていうのがすごい悩ましい。一回ムートでいっか。スケで延命できたら幸せだな。いや壊れるかな。撤回スズムートか迫撃砲の環境のムートかって話ね。いやーもうちょっと美味しいね。ブヒブヒで、ムートがさちょっと頑張ってここにディガーとかさ、てか普通に行っていいなこれ、絶対きついぞ。いやーいい迫撃だな。ギャング読みみたいな失敗。うん、いやでもいい。ザップこいつ出したっけ、この後か。単純にムートマソニックがムートマソニックが頑張りすぎてる。ギャング来ねえか、使ってほしい。許容ババコ、これ多分置くとムートが来てユニット溜まって不利になるんだろうなおいババコやん、ババコやから出たバーバリアンさ、レイジ状態とかでも良くない？ダメかな。うん、え、勇敢なるバーバリアンのおかげでフフフ、いやマジさ、ボンバーとかいうカードいかれてんな。最強だよね。進化で一番強いとかもなんか人によっては言ってるしな。みかんさんか言ってた気がするな。今の進化で一番強いのボンバーじゃない、ラッドってこの前言われた気がすんのまあ今だったらペッカもグロいけど、調整後だったらな最強かもね、ボンバーくん。2個すんならばやっぱね最高なんだよね。結局低コストっていうところに価値があるよ。いや俺ババコヤでもよかったけどね。まあ延命して豚にしてこっちも豚にして、おいいいじゃんババコヤ以外がいいじゃん。なんか思った言ってるより悪くないよね。いいかはさておき悪くはないよね。他にもっと強いカードがいるから、まあそんな使われないだけであって、俺たちはバーバリアンの小屋をね過小評価していますよこれ。ふっコウモリね、結構幸せだね。ママンがいるんでね、あとババコヤ先、なんかマジラムライダーとか来てほしいな。カモンコウモリで待つ人いるんやな。あーもう迫撃ムートやんマザネグのお時間です。確かにムートとかになちょっと弱いもんね、かわいそうだけど。だいぶかわいそうだな。ここで早めにさもう一回ババ出てくれたらな嬉しいけどね。ん？なんかちょっとコウモリがあるよ、熱くね。いやでもすげえなそれ。一旦壊して、え、ムート熱っ、取り替わる、え、勝ったよ。一応進化ボンでみたいなこともできますが、冷静な防衛の進化ボンバーこいつ2個すっす、最強だな。
こいつワンチャンこれ延命してさ、タワーに届かん。こいつ2コスっす。やば、マジ最強じゃね。諦めたかな。いやグロいな。来シーズンの頂点、いやもしかしたらマジボンバーかこれ。進化テスラも加砲されて、壊れた時のパルスもなくなるんで、進化ボンバーも残りやすくなるんですよね。うわこれやばいな。こいつに勝てるカードが存在しない説ある。ヤナアメとか、まあ、アド取られるんでね。結局まさかの小屋を検証してて気づいちゃったっていう。実はボンバーが最強だということに。加砲が明らかに足りなかった説。まあ遅延スキャラが安牌かな。打ってくんねえかな。え、なにこれ。黒炎天ペッカラムっすね。まあ、ペッカだけ、マジでペッカだけ事故んなきゃ勝てるぞって話ね。ボイドのパターンもあるね。延命できんのかこれ。踏み体力もね、合っちゃったよね。やべ、まあ、いやこれのねやっぱ痛いところがね、ムーンとかカウンターに繋がらないの痛いよな。いやおとなしく低めババコヤでよかったかもな。これ進化ベッカでババコヤ出したらさ、マジ 1.5 倍回復されちゃうよな。出すけどこれまずいか。冷静にまずすぎる気もしたけど、許してもらうしかない。なんかさあるよね。そうだよね、俺はそれを願ったんですよね。オッケー。いや全然いい、俺の攻めはマジで通んねえけど、別に全然いい。いや守れたことに価値あります。これさ、いやババカもう一個上でもいいな。ボンバーディーに行きたいんだよな。でもあれやべ、早かった。やべ、まあまあ、俺生きて帰れますかこれ。誰か許して。まあ僕はもうちょっと頑張って。いや生きて帰れそうだな。なんなら8枚目かとか。いやこれ左か。ちょっと相手うまいんだよね。一応タイブレイクというものがこのゲームには存在しちゃっててね。あれ嘘みたいに体力あんの。そんなことある。やばい、進化モン食べなきゃ勝てない。
硬そう。そんなもん。ワンチャンなんか時間切れ時間切れっていう表現違いか。うわ時間切れだ。まあ守ることはできるんだけどねみたいなね。硬すぎだろペッカ意味わかんないやん。30秒ぐらい敵陣地で戦ったらフルマンタンのペッカ来たんだけどどういうこと。ちょダメージ受けずに最後にボンバー2発入れて勝とう。攻めで活躍してくれる時代もあったんだよな。バーバリアンの小屋もう絶対ないんだな守りでほんのちょっと活躍できるかな。流行りのデッキじゃない。ここマジマザネクゲーでさっきから勝ってるかな。すごい思い切った。フルカウント熱くね。まあ真ん中ブートで止まっちゃうのかな。いい受けだね。でもエリクサーのアドは取りましたが、まあおとなしくに しちゃうか。ちょっと美味しくない。まあ、控えめでね。ちょババコヤは状況見ながら行くか。まあ、ダメージ受けなきゃ許せるね。よし、進化ボン、進化ザップが回りましたよ。こんにちは。行きますよ。準備はいいですか。ちょ、バカマ邪魔だな、これ。こんな邪魔なことある。ちょ、マジで邪魔だな。ちょ、ほんとに。ムートもなんかあれだし、これでムート合わされるのがやっぱね悲しいんだよな。壊せるこれ。位置ちょっと悪い。うわー、むつ。壊してほしい。陶器層切り、いやーいいね。いやー、あのスケキン犬きたすぎる。防衛で使ってもいいぐらいだ。やばい。こんにちは、ママ。いやー、まあ。これちょっといい話。やべ、もうタゲがさ早いんだよね彼は。なんか怪しい。やな、夏ちょっと熱ない。明らかに何かが弱いな明らかに何かが絶対弱いんだよな。なんだ、わかんねThank you.
ちょっとありそう。熱い。うわ、来た。ムーティー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 進化も。おい、うわ、でっか。マジで。お荷物、お荷物以外が優秀すぎる。ってことで、いつか来るだろう。まあ今日かね、ババコヤ来んのか。マジで本当に消されるかもしんないぐらいね、見捨てられてはいるんで、まあ、わかんないんですけど、まあ、いつか来るとね、配信して待とうかなと思います。皆さんもね、ぜひ小屋使ってみてください。では、おしそまたねー。